DDL インターセツツヨーネは2008年によりイタリア議会にて審議中の法案。マックス・プランク研究所が2006年に調査したところによるとイタリア人が使用する電話が盗聴される割合が他の欧州各国より大きいことが判明した。シルビオ・ベルルスコーニ首相と親交がある人物も盗聴被害にあっている。一例として2007年12月、ベルルスコーニと 野党党首、アゴスティの作家との録音された、電話のやり取りが収監し、レスプレッソに暴露され、複数のメディアから、ベルルスコーニ首相への強い批判が巻き起こった。法案は2008年に第4次、ベルルスコーニ内閣で、司法省を務めていたアンジェリーノ・アルファーノが提出し、2009年に、大議員で承認されたが、元老院では修正され、2011年10月に、 大議員に再提出された。法案支持者は裁判所が頻繁に通信傍受の実行を承認することとメディアが結果に関与すべきでないと主張している。ベルルスコーニ首相は2010年にこの法案はイタリア市民のプライバシーを守るものである必要があると述べている。審議されている法案の一部によるとウェブ上に掲載されたコンテンツに 個人のイメージを傷つけるという訴えが寄せられた際には48時間以内に内容を修正することが義務付けられることや修正した際にその旨を記すコメント等は記入できないと明記されている。抽象の有無についてを判断する中立的な第三者を置くことは検討されていないため法案が可決されれば情報が真実であるか否かに関わらず 訴えが起こされた場合には情報を修正する義務が生じる。従わない場合は12000ユーロの罰金が課せられる可能性があるという。2010年7月にイタリアの報道関係者は通信防受法案に抗議してストライキを勧告した。イタリア語版ウィキペディアによる法案への抗議の声明2011年10月4日には イタリア語版、ウィキペディアの全ページが、法案に抗議する声明を掲載したページに転送された。この声明はイタリア語、英語、カタルーニャ語、エスペラント語、フランス語、ドイツ語、ギレシャ語、ヘブライ語、ルーマニア語、スペイン語、ポルトガル語で読むことができる。ありがとうございます。